はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、桃好きです。今日は動画撮ってね、もうすぐ出さなきゃいけないかなっていう感じなので、あんまり編集入れずになるべく噛まないように喋りたいと思います。はい、今日ですね、アルインコさんからですね、待望のデジカン82チャンネル機増派されたモデルの、リリースの発表がありました。そして出荷情報、納期の話もね、取材してきましたので、そちらの方も最後にお話ししたいと思います。はい、で発表されたのは DJDPS70E、 DJDPS71EDRDPM60E、 DRDPM61E、 他にもあるんですけども、僕らに馴染みのある機種だとこの4つですね。で、事前に技適のね、工事設計認証を通過した型番の情報で僕以前に紹介してると思うんですが、そのままの型番でリリースされています。で、この4つはですね、もう違いっていうのは簡単です。すべて82チャンネルになった上で、一番標準的なハンディ機が DJDPS70E ですね。その Bluetooth 対応版が DJDPS71E になります。で、標準的なモービル機が DRDPM60E で、その Bluetooth 対応版が DRDPM61E となります。で、注意してほしいのが、前にハムフェアの動画で紹介したエアインカムライトへの対応はこれらの機種はしていません。 DRDPM62W というね、機種が発表される予定ですが、それについては今回はまだカタログには載っていませんということでご注意ください。で、これね、製品のリリース情報を見る限りだと見た目は完全に一緒です。ここに DJDPS70E 出しますけど、別に何も変わってないですね。で、型番もこれどうなんだろう、実際に出荷されてくるモデルに E がついてる可能性はなくもないけど、この発表されたリリース見る限りでは、その E の部分っていうのは本体には記載されてません。今まで通り DJDPS70って書いてありますので、多分ね、違いはバッテリー外して技適関係のね、表示の、型番が載ってるステッカーのところ見ないとわからないんじゃないかな。見た目完全に一緒になってます。で、今まで通りですね、イエローモデルですね、DPS70 のイエローも、この82チャンネルバージョンになって登場しています。なので、もう本当ね、基本性能全く変わらない、これは間違いありません。プログラムでチャンネルの対応を増やしていると、また週末にアイコムさんの新製品の動画も出そうと思ってるんですけど、そちらの方もね、同じですね。はい、で、価格の方もですね、これをきっかけにちょっと上がっちゃうと残念だなって思ってたんですが、アイコムさんもアルインコさんも価格は据え置きで出してますね。DJDPS70EKA っていう標準バッテリーのモデルが、標準価格 52,580円、税込みですねってなってますので、これは以前の、30チャンネルの、ね、モデルと同じですので、各モデルね、値上がりはないみたいです。はい、この辺の価格が据え置かれてるっていうのね、嬉しいですね。チャンネルが増えるけど価格上がったのかってなるとね、残念なんで、基本的にはプログラムの書き換えでの対応ですからね、これが普通なのかなとは思います。はい、なので店頭で並ぶ価格もちょっと販売店さんへの、取材っていうのはしてないんですけど、基本的にはね、同じかな。ただ最近30チャンネル機が在庫処分みたいな形で値下がりしてた感じがあるので、そこから見ると上がっちゃうっていうのはあると思うんですけども、もともとの DJDPS70 とか DRDPM60 の、実勢価格くらいに戻るって考えてもらえるといいんじゃないでしょうか。はい、そして気になる納期ですが、僕の掴んでる情報によりますと DJDPS70 は
今週出荷されてくるという話ですので、 DJDPS70 については今週末あたり販売店に並ぶんじゃないかな、ちょっと桃助調べなんで絶対とは言えないんですけど、桃助調べによると、今週70が出てくるらしい話でございます。で、追って DRDPM60E が出てくるみたいですので、どうだろう、来週とかね、遅くとも10月のうちには、店頭に DRDPM60E が並ぶと。で、その後に、それぞれの Bluetooth 対応モデルが出てくるみたいなので、DJDPS71E と DRDPM61E はその後のリリースっていうか、出荷になってくるみたいです。この辺はね、多分製造ラインの、いっぺんにバンって作れないので、できたものから出しましょうっていう、順番なんじゃないかなというふうに思います。気になるのが 62W ですね、エアインカム対応モデルがいつ出てくるのかってことですが、おそらくねちょっと間が空くんじゃないかなって僕は思っています。ハード的には多分Bluetooth にさえ対応していれば、あとはちょっとしたプログラムの問題なので、トランシーバー側のハード的にはおそらく準備は整いつつあるんだと思うんだけど、エアインカムライトの方ね、その VOIP の、部分が多分ね、アルインコさんとしてもこういう仕組み初めてリリースするし、ちょっと時間かかるのんじゃないかな。僕の勝手な予想では年内にそれが出てくるかどうか怪しいんじゃないかなって僕は、思っています。はい、でここだから迷うんだよ、一刻も早く手に入れたい気がするけど、どうしようかな。ハンディ機を買う手はあるか、 62W はモービル機なんで、モービル機で今焦ってね、60E 買っちゃうとちょっともったいないかなって思うんで、70E を買ってもいいかなっていう気はしております。ただ僕はまだあれなんですよ、この間紹介した包括申請のね、変更届出してないんで、出して買おうかな、どうしようかな、一刻も早く一応出してみたい話みたいなね、声ね、新しい周波数でね、はい、というふうには思っています。はい、ということで今日はですね、足早な動画になりましたが、いよいよ82チャンネル機が今週末にはこれお目見えするんじゃないかなということで、DJDPS70E がいよいよ出荷されるらしき話ですので、本日リリースされたアルインコの、新機種情報をご紹介いたしました。この動画役に立ってよかったという方は高評価ボタンを押していただけると、桃助の動画作りのモチベーションアップにつながります。チャンネル登録もよろしくお願いします。 X もやってます、説明欄のリンクから X チェックしてフォローしてください。以上、桃助でした。バイバイ。